さて、はい、ではね、今作ったミートソース、懐かしいミートソースをいただきたいと思います。昼間からスパークリングワインで、さあどうかな。これはまあ気取ったミートソースではなくてですね、日本人が昔から子供の頃から大好きなミートソースの感じだと思いますよ。ケチャップとソース、カレー粉加えたらどうよって話で、で急遽調理寸前にそれを加えたらやっぱりそれなりになりました。コンソメ少し追加しましたね、まあ、こうやってちょっと工夫しないと、ただの普通のボローニャ風ミートソースでも美味しいです。これなら子供にも喜ばれます。今日も最後までご視聴ありがとうございました、よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次の機会に。チベディアもチャオ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 。